さあ、鹿のあつし、ここで決めるのか。はい、川谷の撃沈するのか。あ<ー>さあ、次のスナップ写真見てみましょう。はい。先手、川谷への。ああ<ー>。うんうん。白キャップに。これでも、なんか。白ティーに。スリムの。<laughs> デニムね。で、ちょっとダメージ加工入ってるものの便所サンダル。すいません。え、これこれあー。これあ、これもあるか。ネックレスとか白みたいないや、でもこのキャップかぶんないと思うんだよな。なるほど。か、これあー。ーロックな感じ。いや、でもこれもあるのかな でもうちょっと若いと思うんだよね。僕これ。もうちょっとだからサブカルな感じします。ねそうだよね。これかな。まあ有力なのはこれだよね。これはないかな。でもまあ、これよりは僕こっちのがある。これもないかな。これもないと思うな。やっぱこれかな。これかこれかこれかだな。うん。さあ、これをさあ。十秒追い詰められ。川谷。どれを選ぶか。七。 六相当い詰めら四三二一。<laughs> おお。先手川谷絵音。ウーバーワールド。まあね。<ー>まあ確かにこのちょっとエッチがある感じはあるよね。まあでもね。まあ彼の存在感みたいなものはこれが好きっていうところはありそうな気がする。立ち方とか。立ち方。あとこうまっすぐ見据える感じとか。 はなんかねあるような気はしないでもさっきのルーゴがいたネックレスとかもね小物系の感じはあるかなと思うけどもねこれ難しいとことだよねダメージ加工のデニムをどう読むかっていうところがあると思うのよ確かにあとね T シャツの丈ちょっと長いじゃん長いですよね長いのはこれの可能性あるんだよねあそうなんですねちょっとあると思うこの丈の長さはねひょっとしたらこの上にあのシャツを着てるかもしれない脱いでるけどちょっと厚くなって脱いで着ちゃったかもしれないなるほど少しこう あのじちょっとねこ酒が短い、もうきてシャツを出してる。なるほどおしゃれ。そうなるとこうなるじゃん。なるほど。ここだけだとなんか引っ掛けだな。ここら辺にあったみたいな感じですね。引っ掛けだこれ。読みが本当に鋭いですようちの師匠は。そうそうすごいよ。本当にすごい。すごいから。三年やってるから。いろんなミュージシャンにも嫌われてきましたさあこれに対してはい。司の厚志。 十秒。何を選ぶか。これ決ま当てたら。決まりですからね。七、ね。おお<ー>。五点。シカの熱し。Uber ワールド。<う>これね。みんな知らないと思う。鹿カの熱しって熱い男だと思うでしょ。その熱しの熱さの裏にはね、ビジネス感がある。ああ。 ビジネス的要素もある、いう戦略家であるっていうね。ありがとうございます。ここで道後間をぶつけることでね、川谷への追い込むわけよ。かつ、別に外れてもいいからね、彼。<laughs> この後ね、まだ余裕があるから。<laughs> これね、次、自分の先手の時にいい、ね、先手の時に攻めようと思ってるん、ね、で。これはね、もう策士だね。悪いですね。悪いですね。悪いな。やっぱ、元ロッキー四ジャパンだからね。悪い。<laughs> もう、その辺はね。しっかり、こう、握ってるから。<laughs> ジャパンはまだだ心の中にああるんよ無りながらね悪いな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 いからまあそういう意味でね道具はぶつけてくるとこは戦略家であると戦略すらも表現の一部であるそういうものだからねなるほどさあこの手鹿野淳が選んだこの手川谷ノンが選んだこの手さあ回答見てみましょうお願いします 回答。銀杏ボーイ。おお<ー>、師匠。えー、そうよ、やっぱり、そう、どう見てもそうじゃない。あそうです。どう見てもそうだよ、ね。うちの師匠、すごいんですよ。まあ、でも、これで、鹿のあつはウーバーワールドをつぶ、で、道具もぶつけてきたことで、次、先手ですから。ああ、もう、戦略通り。戦略です。次、当てればいいわけだからね。すごいなしかも、コマ減ったでしょ確かに。当てやすくなってきてますからね。さあ、はい、次の。 手を次のスナップを見てみましょうはい先手鹿野篤ああ<ー>これまたこれまあネイビーのこれフードついてるシャツだねちょっと腕をロールアップして好きに好きにまでいかないけどスリムなデニムに、はい、アディダススニーカーにプリント T シャツの V だね V ですね、うん、V だね V かいやでもこれじゃない どう考えてもこれな気がするけど、でもまあちょっと雰囲気的にはこれっていう可能性もあるんだよね。うん、ちょっとえちょっとこうなんかまあね髪型とかも含めて、えー。意外と難しいですね。この V の部分がこれっていう話だね。なるほど。でもこれもあるよねっ,ってなるとね。まあー V が。これは絶対ない。これはないですね。うん、これもない <laughs>、うん。これもないね。これ。これ でもねナイキが履くと思うんでねだからこれもそんなにないかとこの辺かなと思うけど僕はともこれだと思うこれ分かりますちょっと V がね引っ張られるね V とスリムのデニムっていうのがねこれとこれ引っ張られる可能性あるねさあこれは鹿野淳はいここで決めるのかさあどんな98先手鹿野し エレファントかします言われてみるとなんかそんな気もするねやば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 ,ば,ばまあ,あフードだもんシ<レ>ャツがフードであるっていうことで<ー>なんかエレかシ感がちょっと出てるねる髪型も似てるで,でもフードってこと考えてやっぱこれかなって気もするんだよねまあでもまあ先ほどのこの件がありますからね鹿野敦史の読みはもう鋭いですよ鋭い音楽のもう愛し続けてきて何年ですか鹿野さん、うん

はな、まあ、話されたら終わりだから。<laughs> 終わりですね。でまあ、ここは変えてこなきゃいけないんでね、同語もはダメなので、まあ、続きだと、じゃあ。僕は主にこれだと思うよ。はい。うん、まあ、で、まあ、でも、鹿野さんが選んだ、これね、あり得るから。ちょっと怪しいです。怖いよね,よね。はい。うん、それでは、回答見てみましょうお。お願いします。回答。ウーバーワールド。おお。 ね v, ね、v とネックレスはウーバーそう V とネック髪型がねウーバーワールドだわちょっとこう茶色入ってる、うん、茶色ちょっと茶色入ってる、ね、茶色入ってましたでもなんかちょっと腰に手を当てる感じはウーバーワールドだよねさかなクンのファンとか多分こうだもんこうですね <laughs>